ポケモンソルジャーの A0 です。A9 です。本日、この動画を収録している4月8日、明日ですね、朝9時頃に 3DS のネットのサービスが終了いたします。ついにね。ついにだ。まあ、3DS のポケモンの歴史を遡ると、2013年10月12日に XY 第6世代の最初のソフトが発売され、それから2019年11月15日の剣盾発売まで、だいたい6年間共に遊んだゲームのサービスが終了しますと。6年間しかやってないんだな。サンムーンとか同じ環境すぎて、なんか6年以上遊んでたんじゃないかな気するけど。サンムーンだけで。ウルトラサンムーンは最後の方をマジでみんな惰性でやってたような感覚あったからな。まあそんな感じで 3DS のサービスが終わるということで、最後に一回遊んでおこうってことで、今回はオメガルビーアルファサファイアで遊んでいきたいと思います。やったー。こんな古いゲームを持ってきてやるゲーム、この名もローテンションバトルを今回やっていきたいと思います。それはやったことないよな、あんまり。ローテはしたことないからなんて言ったってもう対人戦ができなくなりますからね。でも用意されてるゲームをやったことがないっていうのはおかしいからね。俺はやってるからね。昔からポケモンやってる2人が知らないってことは、視聴者の人もどういうルールか知らないかもしれないんで、まずはルール説明をしていきます。簡単に言えば、毎ターンの交代が必要ないシングルバトルみたいなものです。ポケモンは6匹を見せ合って、その中から4体を選ぶ4対4のバトルで、同時に3体最初に場に出ます。そして控えが1体と。なんだけど、毎ターン行動できるのはそのうち1体だけ。手前のポケモンを毎ターン1回だけ動かすことができるから、それを順番順番に考えて動かしていくって感じだね。なので何が起きるかというと、目の前にマリルリがいるけど横にガブリアスがいるから電気技打てないよねーっつって、ボルトロスの前でマリルリが腹太鼓したりします選出3体が丸見えの状態でシングルバトルをする。で、交代にターンが必要ないみたいな。で、こういうことをじゃんけんだよねって言うと、ガチ勢の人がめっちゃ怒ってきます言葉には気をつけないとな。でもな、なんかな、俺6世代の最初やってて、冷凍最終10位やったよね、確か。それはかなりやってるな。でもなんかじゃんけんとは違うんよな。何ターンかやってたら、相手のやりたいことやられたくないことみたいなのが感づけるんだよ。何の根拠もないけどなんか勝てるみたいな。ここでガブリアス2回行動したら電気技は打てないみたいな。じゃあマリルリで腹太鼓しようみたいな。あ、ガブ動かす人アピールするみたいな。あ、そうそうそう。だからなんかいいカードみたいなイメージはあるの。まあ当時その沼に引き込もうとしてローテーション配信とかをなんか暇つぶしにやってたら、別にそんなに来てって言ってるわけでもないけど、ガチ勢の人たちがいっぱい集まってきてめっちゃ教えてくれるんで、一応なんか知識はちょっとずつは入ってはいるんですけど、ローテーションバトルやってたらなんかみんな仲間みたいな感じでワイワイとしてくれるよまあやってみたら意外と面白いかもしれないから、今回は4人で総当たりでリーグ戦をやっていきます。珍しい。まあいつも通りパーティー紹介してから対戦に移っていきたいと思います。はい、今回使うパーティーはこちらです。僕第6世代のソフトを一つも持ってなくて、育成済みとかいなかったんですけど、第6世代をやり込んでいた方からポケモンをいただきまして、パーティーが完成しました。まあ、ローテーションって、まあ、サポートしてからエースで殴るみたいなのが結構強くて、シングルバトルで初手でオーロンゲ壁張って自主退場できないようどうしようみたいなのが、まあ、ローテーションだと横にウィーンってするだけで、まあ、すぐエースにつなげるんで、スムーズにやりやすくて強いんで、今回はニャオニクスで壁張っていい感じ周りで殴っていくパーティーを使うことにしました。ニャオニクスで壁を張ってボーマンダの竜の舞とか、クチートの剣の舞とか、ナットレイの呪いとか、マリルリの腹太鼓を積んでいったり、メガネボルトロスでいっぱい殴ったりっていうのをやっていきたいと思います。ナットレイの方が相当珍しいんですけど、呪い1積みの玉ジャイロボールで、メガクチートをワンパンできるぐらいの火力が出るんで、まあこいつが自慢のポケモンになってます。一応ニャオニクスにトリックルームとか覚えさせてるんで、ナットレイが刺さってたらニャオニクス、ナットレイの2体で全員勝てるんじゃないかなみたいなことを企んでます。まあ、一番ローテーションバトルに詳しいのは俺だと思うんで、総当たりリーグ戦優勝を狙っていきたいと思います。ではパーティー紹介を行っていくんですが、僕が使うパーティーはガルーラ・サザンガルドを軸としたスタンダードな殴り合いを主としたパーティーです。基本的にはこのガルーラとサザンドラ・ギルガルドを並べると3匹に一貫する攻撃技がほぼなくなるので、卓ゲーを仕掛けていきます。で、裏に置きやすいポケモンとして、まあ、ファイアロを入れていますね。まあ、これももともとハチマキとかで使ってたんですけど、今日思
思いついたのが、まあ、追い風使ったら、まあ、ガルーラとか動かしやすくなるんじゃねって思ったので、プレートを持たせての追い風型にしてみました。まあ、ガブリアスとマリロリも、まあ、相性補完のためだけにほとんど入っているんですけど、まあ、当時からこの2体はほぼ出さなかったと思うので、まあ、構成も適当だし、あんまり出すつもりはないですね。まあ、なので基本的にガルーラ、サザンドラ、ギルガルドに裏ファイアローという感じで選出して戦っていくことになるかなと思います。では対戦いきます。お願いします。お願いします。うわ、ほうほう、なんかそれっぽいパーティー来た。ガルガブ、サザンガルド、うわー、タイプ相性ヘルピンさん好きだからな。これヘルピンチューパって呼んでるから俺は。そうなの？ローテにあったの？そんなの？これって当時使ってたりしたの？ X サイズでしょ、やってたの？いや、まあやってたけど、このパーティーではない。マンダも強いからな、クチートも強いからな。おー、あ、この、うん、このカノンって TN あれだから、メルカレで買ったあのデータそのままだから。やばすぎ。本名じゃないよ。なんかめっちゃニョロニョロついてる。うわ、おしゃれだな。俺もついてる。もらいもんだから。マンダー。うわー、ちゃんと威嚇対策してる。真ん中にね、ガルーラ出したら、マンダの威嚇食らうんですけど、これは基本ですね。そうそうそう。ウィーン。ウィーン。壁。まあまあまあ、一旦ね。一貫はしてるよね、サザンドラ君。クノハドを。クノハドを。痛い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 。まあ、この壁足す竜舞マンダっていうのもありがちだね。ありがちでしょう。ギルガルド来た。身代わりだね。あ、身代わりあるんだ。やるね。読んだね。読んだね。これ読んでるね。身代わり読んだね、それは。これギルガルド強いんだね、この世代。あら、ガルーラ来た。メガ進化だ。ローテーションに気取られてるけど、メガ進化も興奮するべきポイントなんだろう。確かに。メガガルーラ登場やからね、ついに。ついに。いてぇ。グローパンチ。1.5 倍なんでしょ？ 1.5 倍だね。ゴツゴツメってやめて。ゴツメじゃない。ゴツメではない。鉄のトゲ。呪い。なるほど。まあ壁足す罪だな。まあまあ、一旦ね。いや、ギルガルドうぜえな。ああ、でも残飯じゃないんだ。カゴとかあるかな。まあまあ一旦安定だよな、そいつが。まあ、ボトルスイッチした。ボトルスイッチで柔らかくなっちゃった。懐かしのシャドーボール。引きすぎてなんかポケモンちっちゃく見えるな。家庭削れるな。チャイボー。まあ、一旦割れて。ここでね、キングシールドをまた挟まないといけないから。でも、おお、弾すげえ。危ねえな、危ねえ。他回してったら危ないとこだった。ギルガルドでよかった。あ、サザンドラ来た。死んだっぽい。お、これ倒したでしょう。まあ。メガネですからね、ダメージでわかるけど。メガネ。これまで俺がミスってたのかもわかんない。おぉ。危ないな、危ないやつ来たな。良くないことをずっとしてるような気がするんだけど。まあ、身代わりするんだろうな。殴るのかな。身代わりだね。まあでしょうね。まあここは、まあ、ニャオニクス。動いてくるの見えたんで、まあ、マリルリを動かしやすくするためにもね。まあ、なので、またギルガルドが一回タダで動けると。まあ、ただ、マリルリがなぁ。まあ、やっぱぶち抜くには太鼓どっかでしてくると思うんだけど、サザンドラが非常に動かしにくいと。マリルリが腹太鼓の起点なので。壁ターンとか見れないんだ。壁ターン、そう、わかんないね。ローテーションぐるぐるしてたらめっちゃターンかかってるように見えるけど、多分あんま経過してないだろう、うん。やばい。メモっといた方がよかったの。マンダこれさ、わかんないけどさ、死ぬの？いや、捨て身はやばいかも。維持捨て身とかはやばいかも。あ、八つ当たりは大丈夫。八つ当たりなら耐えるか。八つ当たりは大丈夫。あ、こっちが先手なんだ。硬っ。
言えないか。ああ、そういうことね。まあまあ、ここは最大打点入れられたから。まあまあまあ。っていうか、硬いな、この漫画。羽あるな。来た。まあ、あるよな。いやー、ここ、ガルーラ回す勇気が。なかった。これなんだ独特とかないっしょ、シャドーボール。そんな入らないはず。おー、硬い。いやー、アド取られていくと。一旦取り返して、あ、壁なくなった。なくなりますと。あ、通った。あ、そうだよね。よしよしよし。でも多分ガルーラのもう不意打ちとかもすごすぎるだろ、このルールの不意打ち。不意80だからね。確かに。うわ、サザン来た。オッケーオッケー。やるなぁ。オッケーオッケーオッケー。ここサザンほぼ霧だったんだけど、オッケー。やるなぁ。これ、感想がやるなぁしか出てこない。このゲームのことわからなすぎて。これで壁がもう出せないと。やるなぁ。まあでもサザンが次動いたら100眠るから。まあまあまあ、まあ。オッケーオッケー、切れた。一旦ね。裏なんだ？裏。裏なんだ？自動で出てくるから。おう。何？うわー王者。まずいやつ来た。まあ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 。これひよったかな？キングシールド。まあ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 。おー、ラッキー。これ、おー、マンダ。めっちゃ弱くなった。映画ガクッと下がった。俺はいただいたかな。頼むー、なんか怒れー。なんか怒れー。ほらー。はい、最強。終わったー。こっちのポケモン強くね？ナーフされてますよ、今。すべてが強い。全員ナーフされてない？やばい。このメンツやばすぎる。このウサギ、どうやって立ち向かえばいいんだ、これ。リフも切れちゃったし、耐えないでしょ。さよなら。ワンパンもしかして、死んだ。強え。ダメだ。メガガルーは素直に使えってこと？いやー、すべてのポケモンがうまく機能したな。キャラパワーを感じた。はい、じゃあパーティーはガルーラ、ガブリアス、ファイアロー、ギルガルド、ヒードラン、ナットレです。鋼タイプ3体パーティー、メガ進化1体パーティーです。正直ローテやったことないので何もわかりません。ガルーラはまあ絶対強いだろうということで、とりあえずガルーラと、あとローテーションの使用率を見てみたんですけど、ガブリアスも多そうだったのでガブリアス、ファイアローも多そうだったのでファイアロー、まあ、ガルガバローはシングルでも強いし、まあいけるでしょうというなんとなくの3匹。ガルーラは多分ローテで一番普通の方の恩返し、不意打ち、自信、グローパンチで、ガブリアスは自信、ドラクロ、エッジ、剣舞のラム、これも多分普通なんじゃないかな、わかんないんですけど、ニャオニックスのあくび、壁が強いっていう話を聞いたのでなんとなくラムにしました。でファイアローはなんか勝ち負けが多いイメージだったんですけど、なんか打ち分けた方が楽しそうなのでカマ。ギルガルドは毒味ガマも強そうだなっていうのと、あとローテーションの使用率も高そうだったので入れました。配分はボックスにいたやつなんですけど、なんか C 結構振ってて H 削られてるやつで、振り直した方がいいような気もしたんですけど適当でそのままです。ヒドランとナットレイは風船が後ろに置くとバレないみたいなのを見たので、それちょっと楽しそうだなっていう理由だけでヒドランを使いたくて、まあ、技はなんかぽい技を、でなんかマグストがバインドがあんまり強くないルールっぽいので普通に放射にして、まあ、あとアローへの打点とかが入ってます。ラスカ入れなかったけど、ラスカとかが入れるのが普通なのかもしれません。で最後ナットレイはなんかマリルリ重そうだったので入れました。
なんかマリルリが強いルールって聞いたから、まあ、マリルリに強そうな顔してるから入れてます。相手が交代しづらいルールだから結構強そうなので、エドリギ打ってうじゃうじゃサイクルできそうで、まあ、ガルーラに強いゴツメ持たせましたという感じで、まあ、正直何も分かんないんですけど頑張ります。はい、今回使うパーティーはガルーラ、パイアロー、サザンドラ、ギルガルド、エルフン、ジバコイルの6匹となってます。まあ、ローティーやるの初めてなんですけど、とりあえず、まあ、サザンガルドが強いっていうことは、知ってるんで、まずこの2匹を使おうと思いました。まあ、何が強いかっていうと、サザンガルドの2匹って、この2匹で全タイプを半減以下で、受けることができます。なので、まあ、ローテーションバトルって交換しながら殴れるんで、まあ、本来のシングルバトルだったら交代したら殴れないんだけど、ローテーションバトルだったら交代しながら殴れるってことなんで、この体勢を生かしつつさらに行動できるっていうところでサザンガルドが強いっていう風に言われてます。でメガ進化枠は、まあ、普通にガルーラですね。まあ普通のグローパンチ、ステミフイ、自身みたいな技構成で、耐久にめっちゃ振ってます。ステミタックルで何でもワンパンできる火力がありますね。で今回このガルーラサザンガルドっていうのは一応軸にしてるんですけど、それに加えてエルフーンかファイアローで、まあ、追い風をします。めっちゃ速いガルーラサザンドラですごい圧力をかけていくっていう風なパーティーになってます。隠し味というか、まあ、面白い枠としてジバコイルが入っていて、まあ16ジバコイルですね。まあ、16って、まず相手の浮いてるポケモンを全部地面につかせます。そうすることでガルーラの自信が、一貫するんで、サザンガルドにもね一貫するんでね、自信打ってるだけで勝てるっていうような展開が狙えます。で技の命中率が上がるんで、エルフーンの草笛とかが、まあ、命中率はかなり上がります。なので、まあ、草笛で起点作って、でガルーラでグローパンチして全部自身で倒していくみたいなっていう戦術もできます。まあ、そんな感じで考えてきました。ちょっと面白い要素も入れてきたんで、このパーティーで頑張っていこうと思います。マジどうなるか分かんないわ。いやマジで何も分からん完全初心者対決ここでね一旦練習して、ガチ勢2人にね対抗していこう。そう、追いついていこうという、はい、対戦よろしくお願いします。はい、対戦よろしくお願いします。うわー、なんかぽいポケモン入ってるな。おー、まあでもサザンドラ入ってないんだ。え、サザンドラ一貫やばくね。サザンドラやばいんだけど、何サザンドラって何え、サザンドラ強いでしょ、ローテ絶対に。確かにサザンガルドやん。なんか確かにローテーションサザンガルドだ。いや、そうだよ。はい、よろしくね。はい、よろしくお願いします。はい。メガストーン、メルティーキッス、ヒードラン。サザンドラガンメタ。絶対ヒードラン風船やんサザンドラ来た。なるほどね。画面が難しいな、なんか。は？何にもわかんないんだけど、ちょっと待って。何が安定行動なんだ、これ。安定行動なんだ。いやいや、知らんよ、それは。待って、何これ。それは俺も知らん。画面がさ、めっちゃうるさいんだけど、HP はいっぱいあるんだけど、すごい。ウィンガシャーン。やられたまずい。まずい。ああ、そういう感じね。そういう感じか。ああ、そういうのがあるんだ。浅すぎだろ、お前。あえてが失敗したな。あえてこれにしたの。ああ、そうなんだ。それあえてなんだ。あ、これどうすんの？ちょ、本当に何もわかんないんだけど。次何がいいんだろう、これ。おー、合わされた。あ、やばい。まずい。2ターン何もしてない。2ターン何もしてない。弱え。全てを読まれてる。全て読まれてる。鬼火誰に刺さってんだよ、これ。いや、これサザンドラに鬼火打ってんだけど。そうなの？強いな、これ。いいパーティーでしょ。どうすればいいんだ？ここね、やっぱガルーラ動かしたいでしょ、ここ。自信押したでしょ、ね。なんで自信押したいのか、本当にわからないんだよ。ね、ガルドの身代わり貫通したでしょ。うわぁ、キモい。帰ってない。え、なんだ。ああ。いや、裏2匹には一貫してるから。え、なんか、めっちゃ入ったな。放射偉いな。ほう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 。これ禁止を押さなきゃいけないんじゃないの？まあ、そうなんだね。禁止いつか押さなきゃいけなくなって、これで。はいはいはい。いいね。追い風、あと一旦か。うん。むずい。考えること多い。わかんない上に考えること多いからむずいんだけど。
アクハ押すか、そろそろ。さすがに。てか、なんでこんなにアクハ押さないのかも俺わかんないんだけど。なんもわからん。どういうこと？はい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 。うん。目が。いけー。セミ打った？セミ打った？どうでしょう。いけー、ひるめー。ほらー。これひるんだらもう負け。おー、なるほどね。え、危ない危ない。え、何？てかあれなんだ、メガネなんだ。バレたね、持ち物。アクハルしか打たないからメガネでいいのか。流星群なんか、流派？流星群あんま強くないよね、ローテって。どうなん？知らないけど。そうなん？とりあえず爆アド取ったわ。そんなアドかな、それ。言うてじゃね。まあ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 。まあまあ、どうせそうだろうと思ったからいいわ。読んでる？これこそ安定行動でしょ。これめっちゃ安定だと思ったけど。これお互い安定行動じゃないの？ここ。おお、いいね。恩返し。惨敗ルクト投げな。恩返しなんだ、そのガルーラ。いや、なんか、恩返しが普通らしいから恩返しにした。別に捨て身普通に強そうやけどな。使用率が恩返し上だった。孵化させた数が出んのおもろいよな。俺出てた？何匹だった？多分3100ぐらいだった。やばかったでしょ。何見せてんだよ。言われた。よっしゃ、読んでいく。言われた、これ、うますぎ。言われた、これ、やめろ。絶対リターン押すと思った、恩返し押すと思った。ガチ一点読まれした。これ以外全部やばいだろ、それお前。これだけだろ。そう、それが一番やばいから、それが一番やばいからこれ押したんだよ俺。いやいや、そんなやばいの？いや、やばいでしょ。だって全部死ぬじゃん、他、裏。いや、死なないだろ。裏ガルーラなんだから、お前死なないだろ。いやいやいや、なんか来たけど、ファイヤロー。お、これもう負けたわ、これもう。もうガルーラいないから終わりやこれ。負けではなくね。こっから全部高橋さんが出んのかな。そのファイヤロー、ハチマキかな、普通に。ハチマキっぽいな。ああ、もう、ね、そう、こういうゲームだ。気づいた気づいた。剣ぶった？うん、剣ぶった。きついね、それは。それきついね、かなり。はい、完全一点読みされたから、完全一点読み返し。で、で何すんの？地震？ドラクロ？で、ここでバクのアドを取らないといけないわけよ。それは何っていうね。また読まれた。よし。また読まれた。うめぇ。キモいキモい。格の差を、ま、おいいねいいね、格の差を見せつけてる。めっちゃ強いし。おい、ひるんだんだけど。おい。それは下から動くポケモン使ってるやつが悪いよね、やっぱ。いや、3分の2上からだろ。なんか言うてますけど。さあどうですか？はいはいはい。さあどうですか？ちょっとやっぱあれだったわ。おっしゃ。覚えさせる技が違ったわ。いたたたたたた。助けてね。さすがにね。いやー、ガブ動かしてくるんじゃないの、そうそう。多分このローテは数的よりでかそうなんだよな、わかんないけど。まあ、てか数的っていうか、まあ、3が2になったらやばいよね。3が2になったらやばい。それはもうやばい。3が2になったらクソやばいのはわかるわ、さすがに。ドランだから動かすのめっちゃむずいでしょ。じゃん。じゃん。お、地震来たか？まあ俺の方が早いからね、とりあえず。てか、どっちが早い？ S 振ってる？ああ、S 振ってんだ。シャドボー。まあまあ、シャドボーでしょ。うん。シャドボー一点読みしたから、そりゃ。すごいね。すげえ。150強すぎるんだけど、入りすぎる。はい、突破。まだわかんないな。うん、まあ、確かにまだわかんない。まだわかんない。あ、確かにまだわかんない。さあ、ガルーラ。満を持して。満を持してガルーラ。満を持しすぎじゃねこれ。え、ちょっと待って、これもう、待って、今気づいたことあるんだけどさ。何？もうガルーラが無理じゃねこれ。さあ、どうだ。ああ、よし。あ、ちょ、鬼火やめて、さすがに。ダブル鬼火じゃないでしょ。え、だって、え、追い風かでしょ。あ、そっかそっか。落ちが入るか。ないでしょ。そっかそっか。ブレバレでしょ、さすがに。はい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 。急所急所急所急
急所急所うい、いい耐久。ドカーン。うわー、ドカーンだ。ただ、ただだな、言うて。サメ肌痛えな。関係ねえか、別に。別に関係ねえか、もう。もう負けた。勝ったな。てか、ステミナ時点で負け確だったな。パスカー当てただけだろ、これ。つまんなくも。読んでるから、それは。それは読んでるから。つまんな。いやいやいや。どうせ映像だったら恩返しってくる、読んでるから。6世代最後に気づくのローテーションがつまんないこと。いやいやいや、おい、言葉に気をつけろ。何打っても、え、え、いや別にもう勝ちでしょ、だって。あ、違う違う、勝ちじゃないのか。いや、勝ちか。まあ、別にここ適当にしても追い風打ったら勝ちだ、うん、はい、大変ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、第1試合、フィリピン対切ないは切ないの負けです。そして A0 対箱船は A0 の負けです。じゃあ第2試合、切ない VS A0、 フィリピン VS 箱船で、はい、はい、ガルーラってどうやって倒すんだ。両壁リュウマイマンダってグイっ て, ってでしょうね。はい、読んでます。うわ、読んでいる。なに、この男。第6世代最後のローテーションバトル、結果は